こんにちはったらこんにちは、いずもです。今日は先週に引き続き LED ネオンコードに改造を加えていきます。先週人感センサーは明るいところでは反応しないようにしましたが、今週はこれにマイコン制御を組み合わせていきます。それでちょっと変わった照明を作っていきます。はい、では今週の改造を見ていきます。多分改造としては最終形になります。こんな感じです。で、ここにある省電センサーの出力を、マイコンで受けて、で、マイコンが出した PWM 信号で LED ネオンコードを調光していきます。で、マイコンの電源は 3.3V なので、元々あった 5V から LDO で 3.3V を作っています。本当はですね、明るさセンサーも、マイコンにつなげて制御しようと思ったんですけど、まあ、省電センサーに組み込んだ明るさセンサーが思いのほかうまくいってるので、このまま使うことにしました。で、LED ネオンコードの仮想度側を NMOS でオンオフして制御するっていうのは今まで通りです。では、この回路をブレッドボードに組んでいきましょう。よいしょ。はい。で、今回もですね、AC アダプターからもらう電源は 5V です。で、マイコンが使う 3.3V をLDO で作っていきます。これが LDO になります。で、LDO が作った 3.3V とグラウンドを反対側の島に渡します。はい、グラウンドをつないで、で、3.3V もつながりました。ので、こっち側のレーンは 3.3V の電源になります。こっち側は 5V ですね。で、マイコンを挿しました。で、マイコンの出力ポートと NMOS のゲートをつないでいきます。で、NMOS のドレインを VSS につないで、で、ソースをですね、ビヨッと伸ばして、LED ネオンコードにつないでいきます。で、LED ネオンコードの電源を VDD はですね、5V から取ります。で、省電センサーをここで取り出しまして、1決めをしています。場所を決めたようですね。この位置を、アウトプット、省電センサーの出力につなぎます。この位置がアウトプットですね。で、あと VSS と 5V 電源をつないでいきます。これで 5V とグラウンドがつながりました。で、あとですね、省電センサーの出力を受けるために PB1 のラインですね。マイコンの入力ポートを引っ張ってきて、つなぎました。これで大体配線は終わりなんですけど、これつないだやつがですね、これは電源につなぐべき線でした。で、もう一個、そっくりなやつですね。これを、が LED ネオンコードにつながるケーブルになります。はい、回路が出来上がりました。はい、ではですね、次に LED ネオンコードを加工していきます。よいしょ。ネオンコードをですね、今度は四角く組んでいきます。で、これはですね、園芸用のビニールコートされた太い鉄の針金になります。で、結構硬いんですけど、まあ自由に曲げることができるので、今回は四角と骨組みを組みました。これに LED ネオンコードをくくりつけていきます。くくりつけるのにですね、1ミリの太さの、ポリウレタンの透明なコードを使いました。まあ、照明器具なんでね、透明の方がよろしかろうと思ってこれにしました。で、まあ途中、はしょりましてですね、最後の辺になります。大体いい感じですね。四角く見えるようになりました。確かにね、五角形とか六角形も面白かったかもしれないですよね。ちょっとね、少し後悔してます。まあそのうちですね、またいろんなものにチャレンジしていきたいかなとは思っています。はい。で、真ん中は少しブラブラだったので、中央付近も、紐で留めまして、
はい、出来上がりました。 LED ネオンコードが四角く形成されています。まあこういう形のね、照明器具ってなかなかないと思うので、今回はこの形にしてみました。はい、次はですね、さっき作った回路の方と組み合わせて、動作確認をしてみます。さあ、ちゃんと動くでしょうか。で、光っているときは、まあ、こんな感じに見えます。なかなか、ちょっと面白い感じですよね。で、ちょっと、また焚いてから、ゆっくり消えます。で、つくときも、パパッとまた焚いてから、ゆっくりつきます。で、マイコン制御してるんで、こういう風なプログラムにしてあります。ですね、ちょっとわざとらしい感じがしますね、動きに。少し、まただけ遅すぎるのかな。蛍光灯の感じを意識して作ってはみたんですけどね。これ逆にですね、物撮り用にですね、あれですね、四角い照明として使うと面白いかなと思いました。はい、では次にですね、さっき動作確認をした LED ネオンコードと回路を、天井につけます。で、こんな感じでつけました。よいしょ。で、ちょっと太めのですね、突っ張り棒を買ってきて、廊下の端から端に渡して、廊下の天井付近に、これ結束バンドですね、で固定しました。木の棒に、LED ネオンコードの方のフレームを固定して、で、その木の棒を突っ張り棒に固定した形になっています。だいぶ、天井につくと照明器具っぽく見えます。はい。ではですね、これの動作確認をしていきます。ちょっといまいちだったんで、瞬かせるのはもうやめました。はい。で、部屋真っ暗にして実験しています。で、やんわり点灯しました。なかなかいい感じですね。雰囲気出ています。で、ゆっくり消灯。これもなかなか良い感じです。いかにもこう電子制御されてるって感じがしていいですね。サイバーな感じがします。こっちで行きましょう。で、これですね、廊下とか玄関とかに設置しておくと、まあ普通に便利です。はい、ちゃんと使えます。はい、というわけでですね、LED ネオンコードをちょっと変わった照明器具にしてみました。いや、これね、ほんと普通に使えるんですよ。で、今、ブレッドボードでまだ仮組みなんですけど、まぁ、ちょっとこのまま使ってですね、いずれは基板上に組んで、あとまぁ少しですね、見た目をなんとかしたいなぁと思います。はい。ちょっと、いまいちですね。ケーブルが黒いんで、夜は、目立たないとか、いい点もあるんですけど、まぁ、木がむき出しになってるとか、少し、悲しいところもあるので、この辺をなんとかしていきたいなと思います。はい、ではですね、この動画気に入ってくださった方は、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとか、していただけると僕は大変嬉しいです。また次回、よろしくお願いします。